長谷浮四郎のサラダの謎、その後編。実験の都合でたまには午後早く帰ることもあった。そういう時にある日のこと、台所へちょっと顔を出したことがある。そしたらその夫人が晩餐のサラダをせっせと作っていた。レタスは手でちぎらなければならないような料理学の処方、その時初めて知った。それよりも不思議だったのは、レタスを木鉢にいっぱい入れた後、何か石鹸のかけらみたいなようなものをパンの切れ端にこすりつけて、それをサラダの中に入れたことであった。そういえば毎晩の食卓でサラダ鉢の中にパンの切れ端が入っていたが、これは皿にはつけないものであった。何かあのおまじないがサラダを美味しくするコツのように思われて仕方がなかった。しかし男が料理のことなど聞くものではないと思っていたので、別に尋ねてもみなかった。その後日本へ帰って北海道で家を持ってみたら、毎日の食事が問題になってきた。北海道では料理の材料が我々子供の頃から育ってきた環境のものとはだいぶ違っていたからである。それで思い出したのが、ロンドンで毎日食べていたフランス風のサラダである。北海道の気候はああいう西洋風の野菜の栽培には適しているはずである。しかし市場にあるものでは霜越えを使ったかもしれないという心配が大いにある。それで庭の一部に小さい畑を作って、そこで妻がレタスを作ることになった。レタスなどを作ってみれば何でもないもので、デパートから買ってきた種をまき、油かすを入れておけば結構立派なレタスができた。当時の札幌は案外ハイカラな町であったらしく、ビネガーもオリーブ油も簡単に手に入った。それで待望のサラダが作られたわけであるが、食べてみるとどうも昔の味がしない。材料は全部同じもので、別に煮炊きするわけでもないのに味がまるで違っている。ビネガーと油と塩とからしといろいろ分量を変えてみてもやはりダメである。結局これはあの石鹸のかけらをパン切れにこすりつけるおまじないに何か特別の意味があるらしいということになった。それで妻は同僚の夫人たちのうちで外国生活をした経験のある人たちに折があるごとにこの石鹸の謎を聞いてみたらしいが、その謎はついに解かれなかった。その間30年かかったわけである。ところで今年になってこの30年越しのサラダの謎がいとも簡単に解けてしまった。それは次女が欧州から帰ってきて、パパの石鹸の謎が分かったわ、あれはニンニクだったのよ、といっぺんに片付けてくれたからである。この娘は絵の勉強と称してパリとマドリッドとに2年間行っていたが、この夏アメリカへ帰ってきてグリーンランド帰りの親父の世話を目下しているわけである。パリで友達の家の娘さんがサラダを作るときにニンニクをパンの硬い切れ端でこすってそれを入れているのを見て、昔のパパの話を思い出したというのである。なるほど、ニンニクならば安石鹸のかけらと同じような灰白色をしている。それから西洋にはわさびおろしのような便利な機械がないので、干からびたパン切れをわさびおろしの代わりに使っているわけである。これで30年越しの謎が解けたので、ヨーロッパへ2年間やっておいただけの値打ちはあったと言ったら、娘は大いに不服のようであった。しかし気は優しいらしく、その後思い直して毎日このサラダを作ってくれている。レタスの水切りをして手で適当にちぎって、それを冷蔵庫の中に入れておく。夕食直前にそれを冷蔵庫から出しておまじないをして食卓に出してくれる。冷蔵庫の中で冷やされたレタスはパリパリと歯切れが良い。物質文明の進歩もまんざら捨てたものではないと親父は満足している。